8位東京ヴェルディはここ4試合負けなし、失点数は10とリーグ最少で守備も安定。アウェー3連戦の最後の相手は14位徳島ヴォルティスです。ホームの徳島は前節の岡山戦から1人を変更、前線は津田智弘と3試合ぶりスタメンとなる大崎純也。対するヴェルディは前節の札幌戦から2人変更、その試合後半からの出場で同点ゴールを決めた常盤聡が4試合ぶりのスタメンです。まずはホームの徳島9分、藤原幸太郎のパスから津田が反転してのシュート。一方のヴェルディは32分、徳島アレックスのパスミスを拾った高原がゴールへ一直線。しかしシュートは力なく、キーパー松井の左手に止められます。続く42分もヴェルディ、右サイド西からのパスを受けた鈴木純の強烈なミドルシュート。さらにこれで得たコーナーキックのチャンスに常盤のヘッド、しかしこれも松井に阻まれます。両チーム無得点で迎えた後半53分の徳島、果敢に仕掛けたアレックスのパスから柴崎がシュートしますが、古巣相手にゴールとはなりません。なおも徳島58分、今度はアレックスがエリア内から左足で狙いますが、これも決めきれません。代わって59分のヴェルディ、高原の落としから伊予が右足を思い切りのよく振り抜きますが、これはクロスバー直撃。61分徳島ベンチが動きます。大崎に代えてキム・ジョンミンを投入すると、その直後の徳島鈴木達也の狙いすましたクロスに合わせたのは入ったばかりのキム・ジョンミン。62分徳島が先制します。ファーストタッチでゴールしたキム・ジョンミンは今シーズン2点目。なおも徳島83分、センターサークル付近でボールを受けたキム・ジョンミンが幼馴染のキム・ジョンピルを振り切ってこの日2点目のゴールを決めます。リードを2点に広げられたヴェルディは後半アディショナルタイム、鈴木純がフリーキックを決めて1点差としますが、反撃もここまで。試合は2対1で徳島が勝ち、勝ち点3。敗れたヴェルディはアウェーで初の敗戦です。엄마와서엄마한테좋은모습보여주려고좋은그런걸로한것같아요